て投げてきます。西川引っ張っていきましたけども右方向、これは伸びはありません。ライト完全に出されました。ボテボテの当たりはピッチャーが取ります。一塁送られて、こういうことはできないかもしれないですけど、ね、やっぱりね、経験を積んだ選手にしかわからない部分だと思いますね。そこはね、巻いています。これも打たされました。セカンドランナースタート、打っていってセンター、追いつきました。ショート正面、ショートここは少し内寄りで構えています。そこから投げてきました。三振でツーアウトです。これもセンターピッチャー返しですが、ここはセカンド追いつきます。一塁に送られて初球いった、セカンドが追いつく。一塁間に合いました。ワンアウトです。打たされました。セカンドです。島内セカンドゴロで割り切っていきましたね。ちょこーっと回っていくのはセンターです。センターの今川が掴んで外振らされました。空振り三振です。まあ、そんな中で、ね、今度の攻撃です。これも落とされました。サードです。佐藤龍生がさばいてツーアウトです。2球目緩い球打たされました。ライト真ん中に下がって足が止まりました。掴んでスリーアウトです。初球いってセカンド取って一塁アウトです。で、ね、110いくつ120球くらいまではいけるでしょうかね。はい、ファースト抑えます。緩い球打ち上げてレフトが落下点です。先ほど攻撃したいですよね。セカンドライナーインコースが多いかな。これ外の球セカンド取って二塁アウト。一塁今当たりダブルプレーです。非常に貴重ですからね。はい、ショートショートバント難しい。これもショートです。上川端一塁はアウトです。ピッチャー返しは、いや今度は自らフィールディング、素晴らしいピッチングが続いています。8回も